はい、こんにちは、おーちゃんです。ご視聴していただきありがとうございます。僕のチャンネルでは激動の時代1970年代に突如として現れ、そのいでたちのかっこよさで当時の若者に多大な影響を与え、あっという間に時代の寵児へと上り詰めたバイク集団クールスについて取り上げ、動画としてお届けしております。今回この動画で取り上げるのは、クールスのメンバーだった水口晴幸ピッピさんが生涯の抱擁と認めた、東北にこの人ありと言わしめた、仙台を中心に3000人という巨大勢力となった東北連合という暴走族の2代目総長鈴木康幸さんのお話です。東北連合の2代目になる以前、19歳の時に鈴木康幸さんに何が起こったのかについてお届けします。なお、鈴木康幸さんのブログ男道からの引用も紹介しながら、男鈴木康幸に迫っていきたいと思います。なので最後まで見ていただければなと思います。あれは俺が19歳になりたての時だった。俺は屈強な男と共に東北本線の鈍行列車に乗り、仙台を目指していた。二本松を過ぎたあたりで地元の不良と思われる輩が近づいてきた。きっと同じ不良の匂いを嗅ぎつけて喧嘩を売りに来たのだろう。しかし近くまで来て慌てたように後ろを振り返り去っていった。なぜなら俺の手にはわっぱがかけられていたからだ。そして俺はその電車を長町駅で降り、八木山にある少年院へ向かった。そこで俺は丸一年過ごすことになる。以上は鈴木康幸さんがブログの中で語られていることですが、少年院での生活が鈴木康幸さんにどんな影響を与えたのでしょうか。見ていきましょう。悪いことをしたからといって少年院にはすぐに入れない。まず最初は警察署で拘束された後、鑑別所に行く。福島市にそれはあって、福島テレビの近くにあった。鑑別所での期間は短かったが、確か三角ベースボールをやって塀を越えたらアウトって言われた記憶がある。なんで場外ホームランじゃねえんだと思ったよ。あの頃の俺は1日で6回も警察に捕まったことがあるほど暴れん坊だった。ただそのほとんどは他人の喧嘩の助け出しだった。鈴木さん聞いてください、ヤスさんお願いしますあいつらと俺に頼んでくる。今思えばくだらねえことで肩がぶつかったとか目と目があったとか、そんなことで頼まれたんだからかかったんだな。少年院の生活はとても規則正しい。起床は6時、消灯は9時だった。部屋は10畳ぐらいだったろうか、そこに6人から9人ぐらいで過ごす。窓の近くに洗面があり、トイレとボックスがあるだけ。ボックスには日用品と着替えなどが入れてある。食堂でもそうなんだが、決まっていない席順が自然に決まってくる。まあだいたい犯罪の内容でせこい下着泥棒のようなコソ泥や強姦野郎は一番隅の方だ。障害のような暴力関係だとその見た目も相まって前の方だ。俺は入所前から噂になっていたらしく、相当やばいやつが来るぞってのが広まっていた。そのせいか席は入ってすぐ前の方だったし、草刈りをしていると何人かが集まってきて、私がやりますってこんな感じだった。正直悪い気はしなかったが、それを面白く思ってないやつもいていじめられたりもしたな。昼間は運動か仕事だ。頭の悪いやつと頭の良いやつでは仕事の内容が違う。頭の悪いやつは通称パープーと言っていたが、そういうやつは農業だ。パープーは大体農業をやらせられる。
そこそこ頭のいい俺みたいなやつは電光系だったり印刷だったりする。まあ刃物を持たせると危険だということもあるようだ。ご飯はきちんと3度出る。ただ食べ盛りには若干量が少ないかもしれない。飯は通称バクシャリと呼んでいた。バクは多分麦のこと。決して美味しくはなかったが慣れれば何でもない。朝はたくあんと梅干し、そしてお味噌汁。それに比べて昼と夜はまずまずの内容だ。ただし甘いものは極端に少ない。たまに甘いものが出てもなんだこれというぐらい甘くない菓子が出たりするんだ。なぜかって、それは砂糖は性欲を増す作用があるからだ。10代のやりたい盛りの男たちだ。少しでもおとなしくさせていたのだろう。それでも性欲は抑えられない。部屋には野郎どもと雑魚寝だ。自慰行為はどうしたらよい。仙台の少年院は山の中にある。窓を開けるとポプラ並木が見えた。ポプラの木はマッチ棒になる。お前らより世の中の役に立ってるぞ、と親父が言ったのを覚えている。6時に起床し、朝食の前に寒風摩擦をする。あれは寝ぼけた頭と体をシャキッとさせるし、慣れると気持ちがいいものだ。たまに寒風摩擦を日課としている人を見ると、こいつは少年院に行ったのかって思ってしまう。なぜなら普通の人は何かよほどきっかけがない限り、寒い日に裸になろうなんて思わないだろう。多分何割かの人は少年院で覚えたと思うぞ。タバコはもちろん吸えない。でも差し入れか何かでこっそり吸うやつもいる。そんな時は決まって館内が停電になるんだよ。なぜだかわかるか？それはタバコに火をつけるため、部屋にある埃や畳のカスを集め、電気のプラスとマイナスをぶつけてショートさせ火を起こす。だから停電するとまた誰かがタバコ吸ってるなと思ったもんだ。不定期で芸能人が慰問に来るんだが、覚えているのは八代亜紀と天童よしみ。幾分八代亜紀は少年院や刑務所での慰問がビジネス的な匂いを感じた。で、問題は天童よしみだ。まだ若かったけどすごいブスでデブ。ただしピタッと体に張り付いたズボンを履いてて、なんというか股間に目がいってしまう。そんなだからみんなそこばっかり見て想像してた。もはや女っていうだけで性の対象だ。みんな若いやりたい盛りの少年たちだ。当然抜きたい。でも部屋は相部屋だし、親父たちに見つかったら違反行為で罰せられる。みんな寝静まった頃、静かに布団の中でごそごそやる。でもすぐ周りにバレる。カニと呼ばれる看守がいた。こいつはカニのように横歩きしてオナニーしているやつはいねえか見つけるんだ。それでそう呼ばれてた。あ、カニが来たというのでみんな慌てて動きをやめるんだよ。テレビは見れたが決まった番組しか見れない。ただしボクシングとかプロレスは見せてもらえない。意外かもしれないが喧嘩はそんなに多くなかった。2回ぐらいだけだったと思う。まあ少しだけ俺も関わったが、とにかく早く出たいから喧嘩する気にもならないのかもしれない。丸1年少年院で過ごして、こんな俺でも少しは変わったと思う。特に社会的弱者に対する意識が変わったと思う。入ってた頃に筋ジストロフィー症になった少女の本を読んだのも大きい。暴れん坊ではあるけど、そこらの連中より優しい男になったと思うぞ。ただし少年院に行ったことで箔がついたのは間違いなくある。トーク連合トップになったのもその辺のこともあるんじゃないかな。それとあのまま少年院に入らず街で暴れ回っていたら、おそらくもっとやばい世界の人になっていたと思う。いや、間違いなくなっていたな。そういう意味ではあの1年は無駄ではなかったし、親父たちには感謝もしている。以上のように自身のブログの中で語られていますが、その後クールス水口春之、
ピッピさんと運命の出会いを果たすことになるのです。ということで今回は東北連合2代目鈴木康之さんのブログからお届けしました。最後まで見ていただきありがとうございました。それでは次の動画でまたお会いしましょう。おーちゃんでした。ではまた。バイバイ。